馳浩知事は、昨日小松市内の被災状況を視察し、国や市と連携して復旧に全力を挙げると話しました。深いところで2メートルほどの浸水があった中海町では、馳知事が住民らに声をかけながら被災状況を確認しました。当面こうやってゴミ出したり、対応が最優先だと思いますので、皆さん熱中症は体に気をつけてください。ありがとうございます。はい、本当にわざわざありがとうございました。また、小松市特産のトマトの農園では、生産者からビニールハウスが1メートルほど浸水し、植えたばかりの苗が被害を受けたことなどを聞き取りました。こんなふうに冠水しなくても、水がもうここら辺まで浸かると液状化しちゃって、根腐れしちゃって、そういうことだね。はい、でもうダメになってしまうようなところもたくさんあるんですよね。でそういう生産者さんもたくさんいて、なるほどね。はい、被害がまだちょっと見通しつかない感じ。はい、鍋谷川の堤防が決壊した現場では、大型の土のうを積むなど、応急対策を行っていると説明を受けました。やっぱりここで生活しておる、農林水産業、事業しておる人にとっては生活の再建が必要ですから、市、県と連携して対応します。一方、小松市は昨日から小松ドームの駐車場に災害廃棄物の一時受け入れ場所を設置しました。昨日は畳や布団、家電製品などを積んだトラックが次々に訪れ、分別しながら下ろしていきました。今後は廃棄物の処分も課題となってきます。災害救助法が適用となっているので、どこに一時集めて中間処理をどこにして最終処分をどうするか、これを協力してやっていくということであります。